私とさらに住んでいきましたマンダラ堂というのがあります。ここから三百メートルぐらい感じですね。両側の雑草をこれ切ったんだね。セミがしっかり鳴いてますね。セミしびれが先ほどはクマゼミ、シャワシャワゼミが鳴いてましたね。これはもう関西ではいっぱいいるんですが、この箱根越えから箱根から東京の方ではほとんど聞こえなかったのが、数年前からやはり暖冬化によってシャー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 というあの非常にですね暑苦しい音でなく、クマゼミが関東もほぼ制圧しましたね。関東の方にも来ましたね。ここいいですね。この右手にマンダラ堂に行く道がありますが、マンダラ堂はまあ開放はしてませんね。この先ですね。この先にマンダラ堂があります。ちょっと行きましょうか。マンダラ堂ヤグラ群ってあったんですね。一応、春秋の土日にはですね、ここは開放してますけどね、公開してますよ。この前あれ崩れちゃったのかな、崩れたのかね。でもなんかあれ掘ったのかね、ですね。上がしっかりなんかテントは崩れたんだな。あそこは崩れてるね。上が少し崩れたね。しかし山荘になったのは迫力ありますよね。これがマンダラ堂です。